今日はチセグ好きそうなアプリを見つけました。何やろ。それがこちらです。はい。じゃあこのハートのとこ押して。うん、押した。ちょっとお洋服さっき着せときます。はい、裸なんでワンピース着せとこうか。うん、じゃあこんな風にね、パーツを選べるようになっているので、うん、チセにはじゃあまずこの左の眉毛から選んでもらいます。はい。どれがじゃあテーマは、どうしようかな。チセ。チセっぽいのを作ってください。チセが自分でチセっぽいなって思う。あ、それか、好きな感じでいいや。チセが好きな感じ作ってくれる、うん、めっちゃパーツあるから迷うと思う。ね。こんなのとか、こんな困ったやつとか、ほら、こんな太いのとかもある。悲しい感じ。おじいちゃん。とかね。結構普通っぽい。これ普通っぽいかな。じゃあこれに決まり。あ、これでいいの？うん。OK。じゃあ次ね、お目目。いっぱいある。選んでいって。じゃあどれにしようかな。ね、こんなのとか、ほら、ちょっと目がしんどい感じ。白目。でね、たまに目が動くやつがあるの、こういうやつ。動いてる？動いてるね。これとか、あとこれ？キラキラしてる。あ、これがいい。あとね、見よっか。一応何個かあるから、これとか。バツもある。これ、うわ、すごいね、これ。バツもある。あ、ほんまや。これあれや、マシュメロ。こんな感じ。目が左右違う、オッドアイ的なのもあるし、うん、どれがいい？これがちなみに。これがいい。これがいい？うん。オッケー。で、お口いきまーす。お口じゃあ、実際自分で選ぼうか。あ、これがいい。あ、ほんまや、かわいい。いいね。すぐ決まる。じゃあ、その横押して。これは？なんだろう。あ、ほっぺだ。ほら、ほっぺにピッ。ほっぺに。これなんだ？お目目。あ、目になっちゃう。ほっぺたやね。こういう感じ。なんか好きな選んでいいじゃん。お冷えもあった。どれ？これ。ほんまや。やってみる？男の子もできるってことじゃん。おう。パパだ。パパさん。あ、これかわいい。うん、ほんまやね。あ、ごう。やっぱりやめよ。あ、ハートもあるこれ。あ、もや。あ、かわいい、かわいい。次は髪の毛を。うん。これじゃあ、なんか好きな色で。あ、これかわいい。うん、めっちゃおんねん、ちゃおんねん。めっちゃあるから、めっちゃ見た方がいいね。ほら、こんなにあるねん。こんなんとか、これかわいい。ほら。あ、かわいい、これ。ほんで、こんなんとか、あとはね、うわぁ、もう顔ないやん。これとか、あ、かわいいかわいい。え、かわいい。これね、これ、これよくわからん。こんなんとかね、すんごいいっぱいあるのよ。かわいい、それ。これかわいい。かわいいな。これそれ？うん。じゃあこれに決定。いいよ。じゃあこれもしてみっか。うん。じゃあ横行って。それはね、後ろの髪の毛だと思う。それもめっちゃある。あ、すごいやろ。そう、めっちゃあんねん。うん。いろんなやつ。例えば、こんなんとか、こんなんとか。ほら、こんなんとかさ。あとは、ほら、横に。作ったやつとかさ、いろいろあるんだよ。探して、自分で好きな。うん。これ、見て。
何教えて。イカみたいすごいね、ラプンツェルだ。これかわいい。これ本当だね。これにする。これにする。じゃあ次こっち横の毛かな。なんかそれも髪の毛なの。めっちゃ髪の毛ある。教えて。なんかハートみたいなのがある。うん、こんなんとか。どこ？どこなの？とか、猫耳みたいなあったけど、どこ行ったの？あ、これかわいいね、リボン。あ、これか、猫耳。かわいいやろ、猫耳。ほら、これリボン。うん、これも好きな色で。お団子、お団子。お団子どこだ。お団子探してんの。うん。これ？あ、これ。こっち？あ、こっち？うん。これ？うん。これにしてじゃ次、お洋服。お洋服か。うわ、めっちゃあるやん。すごいね。これがいい。うん、じゃあそれにする。うん。じゃあこっちはズボンやから飛ばすね。うん。これなんだ。あ、ジャケットか。なんか羽織る。いらんかったらしなくていい。いらない。あ、いらない。靴下に。そう。あ、これかわいい。これにする。これにする。めっちゃ早い決めろ。じゃあ靴。靴か、迷うな。なんかこれ高校生みたい。高校生のお姉ちゃん。これ。遊んだりよ。これにする。うん。じゃあ次ネックレス。ネックレス作る？あるよこれ。これ、あ、ネックレスじゃない？それネックレス？首にしてるやつ。あ、じゃあネックレス。じゃあ次、イヤリング。イヤリング。サクランボ。アイス。これなんだ？十字架。十字架？うん。じゃあ、全然いいよ。ハート。オッケー。次、カバンかな。あ、これかわいい、カバン。これにする。めっちゃ決めるの早い。カチューシャ。カチューシャか。カチューシャ。あ、サンタ。そう、こんなんもある。カボチャ。カボチャです。とか、どうね、こんな感じになる。あ、こう見えへん、それ。かっこいい。これにする。あ、そうなん、うん、髪の毛お団子見えんくなったけど。やっぱりやめよ。え、いいと思うで。ママ、好きなんで。これかわいいと思うの。お団子見えん。うん、ママもそれかわいいと思う。じゃあ、これにする。お団子また見えんけど、いいの。次はメガネ。これもね、別につけなくてもいいねんて。これを見て。別にしなくてもいいやつね。つけてもつけなくても。かわいい。これにする。マジ？あられちゃんみたいになったけど一気に。近未来あられちゃん。これは何だろう。じゃじゃーみたい。じゃじゃーん。ララララ。あ、これかわいい。うん。バラばっかり。あ、雪だるま可愛いからね。季節感。雪だるまでしゅー。ここに置こうっと。
け。はーい。じゃあ次、僕なんだ？耳か。カチューシャあるからいらないんちゃう？じゃあこれはいらない。大丈夫？あ、羽、何これ？あ、背中に羽とかある。すごい。あ、カチューシャじゃないわ。背中のやつよ。羽に興奮し始めた。これ何？これ。マントか。これにする。マントなんかついたままやねんけど、なんで？次じゃあ、なんと動物を選びまーす。怖い。よかった。これはなんとチセの好きなユニコーンがいます。ほら、見て。じゃあこれにして場所を動かしてください。ママ今適当に置いちゃったから。この子動かしていい？子猫ちゃんとかワンちゃんがね。見てこれ。画面をこんな風に変えれます。これがいい。めっちゃあるね。それもやめて。これにする。これにする。これで終わりかな、もしかして。そうかもね。じゃあこれで一回セーブしますね。セーブできたー。めっちゃ笑うな。チセが作った女の子はこれです。どう、おじいちゃん作ってみて？楽しかった。ポイントは何？ポイントは犬とワンちゃん。あ、そっちかーい。もう関係ないやん。いい感じにできた？うん。だそうです。このプルミちゃん楽しかったです。それではまた見てくださいね。バイバーイ。